優しくしていただいているとすごくわかります。いつもね、ゆっくりと。はい、すいません、ありがとうございます。本当に。かかとも来てるな。多分見てる人もこうやってゆっくりやってると痛みがこう緩やかだからそんなにでかいリアクションしないっていうのが多分伝わると思うんですよ。そうですね、はい。冷えてるの分かりますね、やっぱ、爪の内側が外側の硬いのが分かるんですね。気持ちいいですね。本来リフレじゃないんですけど、ええ、どうですか。ああ、いいですね、ふくらはぎに、はい、なんかたまにそういうふうにやるときありますね。なんか なんか自分のこうやって爪の上に乗せて片足をこうやってるとか。ああ、いいですよね、ええ、なんかこの辺でコリコリが。そう、そうなんです。そうなんです。よくもうお分かりでいらっしゃいます。さすが。これもちょっと本来のリフレではないんですけど。いや、もう全然やっちゃってください。はい。あ、ちょっとこっちに向きにくいですね。ちょっとやりづらい。入ってますか。そうっすね、こうじわっとくるんですかね。そうですね、先生前から膝使いますもんね。そうですね、指抜きします。はい、はい、うん、うん、はい、焦りましたね。
ね、こう内向きに倒しにくいのが気になるんですよね。やっぱあれですかね、外側が全部硬いんですかね。うん、オフオフオフ、結構腰にこうガツンときますね。多分ちょっと腰股関節が良くないのかなっていう感じです。おほほ、もしかしてハシゴホイールとかの向いてるんですかね、うん、あ、そうですか、どうなんですかね、あの両方必要だなっていうじゃあちょっと次回そっち系に向いてそっち系に向いて、多分なんですよね、あの、はい、太ももとかふくらはぎも何かしらこう流した方がそうですね、ちょっとこう下半身にあの訴える方多い、あの訴えてることが多いの安崎さんは、うん、そうしたらちょっとそういう意味ではなるほど、うん、だから温める作戦というか、そうそうですね、なんかリフレの多分、うん、枠にはハマらないはまるね、そうですね、何かがそうですね、うん、ちょっとまああの膝周りとかね、なんかすごく、そうなんですよね、あと股関節とか、そうなんですよ、なんかちょっと本来リフレのメニューの内容ではないんですが、リフレだけでやるよりもちょっと、ま、上の方の動き付けとか、はいはいはい、してあげるっていうことをやった方が、これ どういうカテゴリーメニューになるんですかね、これは何ですかねまあでもうちはそのあんまり細かくあれしてないんで、まあ、リフレ分の料金でみたいな感じですね、リフレ込みの整体ですけどっていう、すみません、ありがとうございます、すごいですね、足全体ですね、こう足裏だけじゃない、足裏だけやっても腕が流れが悪いと戻ってきちゃうんで、そうですね、ふわ、ね、でもまあ最初より柔らかくあったかくできてるので、はい、試してみます、最初の声ぐらいです、あーなんか全然、はい、でも痛いですけど、この腹筋するほどじゃないです、はい、ああでもそこ、あ、すごい、でも同じですよ、力結構今入れてます、すごい消えた消えた、はい、あのコリコリが消えた、でもすごい、はい、痛いですけど、うん、うん、痛いですけど、うん、でもなんかあの最初のわーっていう感じじゃないです、ギャーっていう感じではないですよね、皆さんこれが本当のあのあれですよ、あのリアクションですよ。